はい、皆さんこんばんは。おすすめいただいたお店に行ってみようシリーズということで、本日は吉祥寺にやってまいりました。吉祥寺って実は来たのは初めてかもしれないです。今回教えてもらったお店はリゾートダイニングカウラナさん。なんでもですね、牛肉の握り寿司の食べ放題があるらしいんですよ。お寿司屋さんのね、和牛の握り寿司ってのは聞いたことあるんですけども、ハワイアンのお店の牛肉の握り寿司、しかもそれの食べ放題ということで、とても興味があります。よし、それでは早速お店の方に行ってみましょう。これは吉祥寺の北口であってんのかな。これこっちの方に歩いていきます。ファミマあるからここかな。お、ありました、これだ、ハワイアンダイナーカウラナ。じゃあエレベーターで行ってみましょう。メニュー見てみます。お、これですね、肉のお寿司。あ、すごい、いろいろあります。前菜がありまして、そしてサラダ。おお、なんかすごい美味しそう。これ肉料理、そしてパスタ。そうですね、あの全体的に結構リーズナブルですね。お店すごいおしゃれなのにちょっと意外。おお、お、ロコモコ発見。お、これ出ました。これが食べ放題コースですね。こちらが、あ、食べ飲み放題コースなんですね。ドリンク付き でこちらが3500円一般で、こっちがね、国産牛、こちらが4000円になって、こちらの黒毛和牛、こちら5000円。お、これいいですね、あの宴会にみんなと来たいですね。これはアルコールがめっちゃ充実してます。スコッチ、焼酎とかすごい、カクテル、ハワイアンカクテルもやっぱありますね。スピリッツ、スタンダードカクテル。はい、来ました。はい、うわ、はい、まず前菜が来ました。こちらがまずサラダ、サラダも綺麗。そして気になるこっちがスモーク三種盛り。すごいね、開けた瞬間ね、いい香りしてますよこれ。よし、じゃあ最初はサバからいただきます。こちらのスモーク、いただきます。あ、すごいいい香り。よし、じゃあ次うずらいただいてみます。めっちゃ美味しい。じゃあ最後ベーコンをいただいてみます。料金食べさせてやりたい。よし、そしてドリンクなんですが、ドリンクメニュー、ジャパニーズクラフトビール、これも美味しそう。ここはこっちでしょう。まずこれワールドビール、これ世界のビール、このね、ハワイのビールめちゃめちゃ惹かれるんですよね。で、こっちにはメキシコやオランダ、ベルギーやイギリスまで並んでおります。だけど気になるのはこっちだ。最初ね、こっちのバスペールエール、これを飲もうかと思ったんですけども、その人の面白そうなんですけど、これドライブラックコールド、氷点下2度の黒ビール、これいってみよう。これちょうどね、目の前にあるんですよ。これ、これすごい興味ある。はい、来ました、エクストラコールドのブラック、いただいてます。うまっ。
黒ビールって好きなんですけども苦すぎずにすごく美味しいで、キレがあるけど濃厚でコクあります。うまっ。これ何杯でもいけそう。はい、フィレ、はい、サーロイン、ランプ、こちらが醤油だれが、こっちが普通の醤油だれで、こっちが甘だれになってます。ぜひご自由にお使いください。ありがとうございます。唐揚げとポテト、サラダ、ポテト、唐揚げ、肉寿司がサービス中になってます。はい、ありがとうございます。肉寿司はこちら部位ごとに、はい、例えばランプだけしか食べねえよみたいなお客さんもランプ10貫とか、はい、部位ごとに全然何貫でも指定できるので、はい、部位も関数も指定できるので。わかりました。はい、というわけでやってまいりました。まずね、唐揚げとポテト、こちらもね、食べ放題の対象だそうです。はい、そしてこちらがメインのお寿司です。ランプ、そしてこちらがサーロイン、リブ、そしてヒレです。これね、気に入った部位だけ追加注文できるらしいんで、さあとことん楽しみましょう。そんじゃまずね、唐揚げいただきますね。お、くっついてる、くっついてる。いただきます。うん、もうこの唐揚げ結構歯ごたえありますよ。なんかね、バリバリいってる。で、なんだろう、調味料でごまかしてない香辛料だけ、割とワイルドな味付けです。じゃあポテトいってみます。あ、おいしい。うん、このポテトね、すごいさっぱりしてます。胡椒の味、あと塩がすごい少ないんで、これパクパクいける。これ美味しいです。さあ、いよいよいきますよ。お寿司どれからいこうかな。まずはランプいってみましょう。よいしょ、つけていきましょう。ちょいちょいちょい、いただきます。ランプいただいてます。肉がね、絡みつきます。まずね、ランプはね、すごいねっとりと舌とね、歯に絡みつく濃厚な味ですね、これ。じゃあ次、サーロインいってみます。うん、それがすげえ。すいません。うん、これランプの濃厚さが口に残っててね、サーロインがすごいさっぱりに感じる。じゃあ次、リブ、リブいってみましょう。ちょっとここでね、わさびちょっと入れてみようかな。わさび溶かしてみます。リブいってみましょう。はい、いただきます。うん、おいしい。おいしいぞ。いいですね、リブ。リブ美味しい。なんかね、肉って感じがする。じゃあ最後にヒレいってみましょう。ヒレいってみます。ちょい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 。うん、あっぱり。うん、やわらかい。わー、これはコーツつけがたいですね。おかわりどうしようか悩んだんですけども、これはもう全部いっちゃいます。はい、というわけでおかわり来ました。もう一回全部食べ比べしてみたいので、全種類頼んでみました。はい、では改めましてランプから。ランプいきます。ランプをね、濃いめの白だしでいただきます。うん、続きましてサーロイン。サーロインはね、ちょっと甘めのソースかな。野菜ソースで、野菜醤油できます。はい、はい、リブいきます。はい、最後にヒレいきます。うん、ですね、全体的に醤油を多めにつけた方が
美味しいです。はい、やっといろいろ分かってきました。まずね、ランプはね、赤身の味が強いです。なんかね、さっぱりしてんだけど濃厚。そしてサーロイン、サーロインやっぱりね、すごいバランスがいいです。どの食べやすい。そしてリブ、リブはね、結構脂身が強い感じですね。全体の脂の味が濃厚な感じで、これかなり食べ応えがあります。そしてヒレ、ヒレはね、とてもさっぱりしてます。どれが一番かな、悩む。はい、ありがとうございます。はい、というわけで散々悩みましたが、ラストはラム、これで締めです。ごちそうさまでした。はい、というわけでいただいてまいりました。肉のお寿司、個人的な好みは最終的にはランプでした。あのね、赤身の濃厚さがうまかったです。こちらのお店ね、あのグループで行ってワイのワイのと飲み放題、食べ放題で食ったら絶対うまいと思うんで、よろしかったらぜひ来てみてください。というわけで情報ありがとうございました。美味しかったです。